おはようございます。もうめっちゃ時間早いよね、いつもよりも。だいぶもう目は覚めてきたけど、皆さんはちょっと眠いですかね。今日も配信も早く終わるから、もう終わったらすぐ寝てください。で、結構ちゃんと寝れた。うん、から全然眠くないのよ。もう起きてからだいぶ目も覚めてきてるし、がすごい花火がいっぱい、ありがとうございます。そう、今日はねちょっと早くに終わらないといけへんから、そのもう15分になる前に壇上呼んで、15分になったらすぐ終われるようにしようかなと思ってます。二度寝したら遅刻しちゃう、確かに。でも眠い状態できて、あーってならないで、ならないようにね。ちょっと疲れちゃうかもしれへんし、足が。もうすぐ新幹線が発車します。おお、なるほど、新幹線か。新幹線ならもうこんな早くに行っちゃうのね。なんかすごい、え、今の何？バグなのか、ほんまにそういう演出やったのか。そういう演出っぽいね。タコさんの花火か、すごい。花火グッズが、花火というか、夏祭りグッズか、ギフトが増えてるのね。先輩になったら6時配信して間に合う。確かにそうやね。前多分もうちょっと早い時間に入りやったから、もう言ってそんな変わらんけど、でも前何時ぐらいにやってたっけ、覚えてないな全然。新幹線動いてよかったよね。そうですね、よかった。新幹線今日は我が家の麦茶お留守番です。なるほど、いい子にして待っててくれたらいいですね。でもちょっと朝すぎて声が目は覚めてるけど、あ、若干声がなんかなんて曇ってるとか、ガラガラしてる。まあ自然と治るでしょう。これは10分ぐらいになったらかな。今日行きます。 ありがとうございます。今日仕事休みになったので配信で見るね。なるほど、ありがとうございます。今日は無料配信してるので173で、なのでね、ぜひちょっと来れない方は無料でこれ見てください。今日のヒーロー200番台に入場やから少し前で見れそう。おお、いいですね、嬉しい。それはこういう
から神奈川行きます。おお、あ、神奈川からか。神奈川から行きます。ありがとうございます。遠いとこから。そう、17です。オンライン配信で見ます。ありがとうございます。おはようございます。そうそう、出発しますね。昼は最善狙いそうです。おお、あった。ミサちゃんのこといっぱい見てあげてください。あれ？ここどこ？知らないコメントに来た。ちょっと待て。ね。あ、戻ってきたぞ。じゃあ2階席でも来てくれるの？それはね。でもさ、ゼップでさ、客席行ったことないよね。でもスタンディングやからかな。そしてその端っこ、昨日もやけどさ、端っこには行ってたやんか。端の上の端っこの上の中、カメラとか置いてあるところは行ったけど、行ったことあるけど、客席行ったことない。上があんまどうなってるのか詳しく分からへんから、絶対ガタイムした。いっぱいジャンプしてございます。昨日ボールキャッチしようとした音の手キャッチしました。もう仲良くなれそうですか。もう仲良くなっちゃう。ああ、すいませんって言って気まずいけど、いつか仲良くなってるかも。やっぱ2階席見やすい。うん、客席からも見やすい。客席から見やすい、めっちゃ。でもほんまに人おらんかったら、そのリハの時とかね、人おらんかったらほんまに席のも見えへん。照明で自分たちが明るすぎて、あとなんかそう、客席から照明、客席からってくるやつやから、そうめちゃくちゃ見えへんのよな。もマクチの投げたボールが剛速球すぎて怖かったです。確かにすごい速そう。もうね、投げて近いとこでまこじさんのボール当たっちゃら、当たっちゃら、当たったら痛そう。でもアームワンぐらい投げれるようになりたい。マジで下手すぎてやばい。てか運動が全然できひんから。そもそもね。今日はね、謎にね、アミとポテト食べる夢見たんよな。マジで謎やったけど、なんか一緒に写真撮ってポテト食べて解散するっていう夢見た。ほんまに謎やった。じゃあ東京ボムの研究大丈夫かな。ちょっと、それはそこまでは。現実でオブザー食べるつい
ね、なんか見た目はフライドチキンやったけど、なんかめっちゃサクサクしてた。やばい。あのさあ、ココスとかのポテトがめっちゃ好きな悩み。あのカリカリポテト、私の自分の 家で揚げるタイプの冷凍のポテトね、フライドチキン、そう、なんかめっちゃフライドチキンってあるやんな、持つ方やんな、やけどそう、なんか見た目ポテトっぽくなかった、全然怖い夢多い。あ、最近でも見てないわ自分。なんか、なんやろ、前まではね、そのいや、なんやろ、子供の時は怖い夢はそういうなんかお化けとか貞子とかに追いかけられるとか言ってんけど、最近見る怖い夢はなんか人に追いかけられんねん、あやみが。多分そういうホラー映画、そう、人に追いかけられる系のホラー映画を見すぎてるのかもしれへんけど、そういう怖い人に追いかけられる時もあれば、なんか愉快犯に追いかけられる時もある。そういう時ってさ、なんかさ、階段とかめちゃくちゃ登りにくいよね。なんかそういうとこは絶対かけるし、走るの遅いし、追いかけられる時って。でもよく夢でさ、追いかけられる夢を見るのはなんか現実で何々だからとか、なんか追い込まれてるから、例えば追い込まれてるからみたいな感じで言われるよね。あ、そう、何かに追われてたらとか、何かになんか、あ、もう無理って感じでなってたら追われる夢見るっていう。あ、本当だ、壇上見たいと思います。いきます。13位、レモンさん、ありがとうございます。12位、タツニヤさん、ありがとうございます。11位、ヒータローさん、ありがとうございます。10位、ヒロポンさん、ありがとうございます。9位、ヨッシーさん、ありがとうございます。8位、モイトさん、ありがとうございます。7位、ジョーさん、ありがとうございます。6位、おやじさん、ありがとうございます。5位、びっくりハートびっくりマークの方、ありがとうございます。4位、こうへいさん、ありがとうございます。3位、なるさん、ありがとうございます。2位、たくまさん、ありがとうございます。そして1位は南原大好きマンでした、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ペン、あった。さよなら、猫ちゃん。よいしょ。土曜日かっけ。8月17日。土曜日。7時や、そんな遅くないよ。6時だよ。明日は普通に8時半です。お着替えありがとうございます。かわいい。猫か、これは猫か。いつも結構ワンちゃんは描いてるんですけど、このアバター描くことあんまないよね。可愛い。でもこれ結構使ってる人多い気がする。
チャットラやからうちの麦と一緒ですね。ありがとうございました、今日の1位はのんばら大好きマンでした。ありがとうございます。パチ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 。見てるかな、ここら辺か。パチ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 。はい、スクショタイムでございます。パシャパシャしちゃってください。この1位を、1位のボード、そうそういいかな。はい、ありがとうございました。はい、では朝早くからありがとうございます。明日は普通にね、8時半から、日曜日8時半から始めます。はい、ではありがとうございました。明日もよろしくお願いし、あ、明日もよろしくお願いします。まずはね、今日のコンサートよろしくお願いします。バイバーイ。